坂の上駅は、鹿児島県鹿児島市坂の上4丁目にある、九州旅客鉄道指宿枕崎線の駅である、単式ホーム一面一線の設備を有する地上駅、JR 九州サービスサポートが、駅業務を行う、業務委託駅で、緑の窓口が設置されている。夜間は、無人駅、IC 乗車カード、守護課の利用が可能で、簡易守護課改札機が設置されている。 守護課は、緑の窓口で購入できる、簡易自動券売機、IC カードチャージ機が設置されている。特急、イブスキの、玉手箱は当駅通過列車であるが、ホーム上の鹿児島中央方には、イブ玉と表示された、停止目標版がある。また、当駅から次元寺駅に向けて、落差のある下り急勾配と急曲線が存在する、ことから、JR 福知山線脱事故を受けて、 全国の危険想定箇所で、速度調査機能付き ATS の設置が推進された、ことに関連して AT、ATSSK の時速 25km 速度調査点が、当駅の次元地方に設置されている。なお当駅の5位の型は平坦線であるため、下り列車に対してはこの信号は作用しない。現在、当駅には専用駐車場は存在しないが、エココンパクトシティの観点から、 駅前西側の1500平方メートルに乗降場と200台分の駐輪場を整備する予定である。改札口からホームを見る付近には住宅街や団地が広がり、また、鹿児島国際大学が立地するため、駅の規模の割に利用者数は多くなっている。九州旅客鉄道イブス枕崎線快速、名の花普通時、現地駅、そかの英駅五井の駅。 鹿児島市平成27年度当初予算より、坂の上駅時刻表駅別乗車人員、交通新聞、P1、いぶす枕崎線の一部駅への、スマートサポートステーション導入日が決定しました。九州旅客鉄道、オリジナルの2020年4月27日時点における、アーカイブ、 https://web.archive.org/web/20200427064026/https:www.jrkyushu.co.jp/common/ink/news/newtopic/s/ixfiles/a field file2020-0427 20万427キャガシマスス PDF2020 年4月27日閲覧、いぶすき枕崎線の一部駅がスマートサポートステーションに変わります。九州旅客鉄道オリジナルの2020年4月27日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20200427064513/https:www.jrkyushu.co.jp/news/xfiles/affieldfile2019-09-30-20191930 i 5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  PDF2020 年4月27日閲覧、ありがとうございます。